スペインブルボン朝は、ブルボン家によるスペイン統治を指す。ブルボン家のスペイン語名に基づいてボルボン朝とも呼ぶ。1700年のフェリペ5世の即位に始まり、3度の中断を挟んで、今日のフェリペ6世に至っている。カルロス2世が死を残さず母して、スペインハップスブルク朝が断絶すると、1700年にフランスブルボン家出身で、フランス王類るい14世の孫である。 アンジュコフィリップがフェリペ5世として即位する。これに対して周辺諸国は異議を唱えスペイン継承戦争が勃発する。最終的には膨大な犠牲を払ってフェリペ5世の王位が承認されるに至った。フェリペ5世はスペイン継承戦争を機に中央集権化を推し進め、名実ともにスペインが誕生する。その後はカルロス三世の下である程度は 復興がなされるが、次のカルロス四世の代には、マヌエル・デ・ゴドイの長新政治がたたり、フランス皇帝ナポレオン一世への介入を招き、1808年に王位を失った。カルロス四世退位後に、ナポレオンの兄、ジョゼフ・ボナパルトが即位しボナパルト朝が成立するが、国民の多くがこれに反発して、スペイン独立戦争が勃発する。 1813年にフェルナンド7世が即位して、ブルボン朝が復活するが、国土は大いに荒廃した。フェルナンド7世は、期待に反して、反動政治を行い反発を受け、加えて、ラテンアメリカ諸国の独立を招いて、広大な植民地を失うに至った。イサベル2世の代には、大い継承問題も絡まって、新旧両派の対立が起こり、1868年に、 位されるサボヤ朝、第1共和制が、いずれも短期間で終わった後、1875年に、ブルボン朝が復活するが、アルフォンソ13世の第には、米西戦争に敗北し、西サハラを除く、全植民地を創出して、スペイン帝国は事実上滅亡する。1931年には、アルフォンソ13世自身が王位を追われ、第2共和制が成立する。 1936年から1939年までのスペイン内戦を経て、フランシスコ・フランコの独裁政治が成立する。そのフランコとバルセロナ博不安の交渉の結果、1969年、バルセロナ博の王子ファン・カルロスが、次期後継者に指名された。1975年に、フランコが死去すると、ファン・カルロスが、ファン・カルロス一世として即位し王政が復活した。 ファンカルロス1世は2014年6月に退位した、後継はフェリペ6世と続いて、今日に至っている。アブスブルゴ朝の断絶とフェリペ5世の選出、編集カルロス2世の先祖の家系図。宿鉄婚を繰り返したため、たびたび、おばが祖母であるという事態を引き起こした。アブスブルゴ家のスペイン王カルロス2世は旅重なる。 近親婚がたたって病弱であり、子供ができる状態ではなかった。ヨーロッパ諸国はカルロス2世の後継者問題に注目した。衰えたとはいえ、スペインは新大陸に広大な植民地を有し、ナポリシチリアの王位を持つなど、その力は未だ侮りがたいものだったからである。カルロス2世は当初はバイエルン・ヴィッテルスバッハ家の講師ヨーゼフ・フェルディナントを選定したが、 不幸にも要請した。この状態を見たフランス王ルイ14世は自分の孫であるアンジューコーフィリップを押した。ルイ14世のヒマリー・テレーズはアブスブルゴ家出身であり、自身も母方からアブスブルゴ家の血を引いていたからである。カルロス2世はこの案を受け入れ、周辺諸国もフィリップがフランス王位請求権を放棄するという条件で即位を承認した。ヨーロッパ諸国は 陸軍大国であったフランスが、スペインの海外植民地を手に入れることによって、さらに強力になるのを恐れたのである。そして1700年に、カルロス2世が子を残さぬまま死去してアブスブルゴン朝は、断絶し、フィリップが、フェリペ5世として、スペイン王に即位、ブルボン家による、スペイン統治、すなわちスペインブルボン朝が始まる。スペイン継承戦争、編集詳細は、 スペイン継承戦争を参照スペイン継承戦争後の各国の領土茶色はイギリス青はフランス黄色はスペイン緑はオーストリア大大はサボイア新緑はブランデンブルクプロイセンしかしルイ14世はフェリペがフランス王位を兼ねる可能性を示唆して行動を活発化させたこの動きに対しイングランドオランダオーストリアハプスブルク家はハンブルボン同盟を 締結した。同盟は1702年に戦線復刻を発し、スペイン継承戦争が勃発する。同盟軍は国境をドかすと共に切り崩し、工作を行った。カトリック両王の時代に統一国家としてのスペインが成立したと一般に思われがちであるが、各地方では小王国時代の制度がそのまま維持されており、一種の連邦王国とも言える同訓連合体制だったのである。 工作は成功し、最初にカタルーニャが、次にアラゴンとバレンシアが同盟に寝返った。そしてオーストリア対抗カールが、スペインをカルロス3世と称した。フェリペ5世に残されたのはカスティーリアのみとなり、それすらも危うい状況だった。この危機的状況に対して、フェリペ5世はカトリック信仰を持ち出すことで打開を図った。同盟側のほとんどがプロテスタントだったからである。 フェリペ5世の作戦は成功して、アラゴンとバレンシアは奪還できたが、カタルーニャはなおも抵抗を続けた。一方の同盟側も足並みが乱れ、結局1713年のユトレヒト条約と、翌年のラシタット条約によって、フェリペ5世の王位は承認されたが、その代償は、莫大なものであった。フランスとの連合を禁じられたのみならず、イギリスには、メノルカとジブラルタルを、 サボイアにはシチリアを、そしてオーストリアには南ネーデルランとミラーの公国、ナポリ王国、サルディーニャをそれぞれ割譲することを強いられたからである。こうした犠牲を払って王位を認められたフェリペ5世は・ゴセイは抵抗を続けるカタルーニャを制圧してスペインを事実上掌握した。スペインの誕生、編集スペイン継承戦争を機にフェリペ5世は・ゴセイは 中央集権化を進めることにした。国内を構成する諸王国に対して新組織王令を発動し、各国の地方所特権を廃止して滅亡させ、一人の君主の下で唯一の議会を有する政治体制へと移行した。名実ともにスペインが誕生したのである。しかし、これはカスティーリア人による強権支配以外の何者でもなく、 現在のスペインにまで暗い影を及ぼしている。王妃エリザベッタの国政介入とイタリア学館のクワだて、編集七百十四年に妃であったマリアルイーザが死去すると、フェリペ・五世はパルマのファルネーゼ家出身のエリザベッタ・ファルネーゼと再婚して七人の子供を儲けた。エリザベッタは、フェリペ・五世との間にできた二人の男子を自分の故郷であるイタリアの王位につけようと試み、 国政に介入するようになる。これを忠実に実行したのが、パルマ出身の数奇教、ジュリオ・アルベローニであり、彼は1717 17年に軍を派遣して、サルディーニャとシチリアを奪還することに成功した。スペインの泥棒行為に対して、イギリス、オランダ、オーストリア、さらには、本家であるフランスもが、四国同盟を結成して対抗することになった。結果、 スペインは占領地を失い、アルベローには責任を問われて失脚した。国政の混乱が身に応えたのか、フェリペ5世は鬱病に陥り、戦災との子であるルイス1世に王位を譲るが、ルイス1世は1年足らずで死去して、フェリペ5世は福井を余儀なくされる。1729年のセビリア条約でエリザベッタの念願であった実施。 カルロスのパルマ行為獲得が認められた。加えて、ポーランド継承戦争の結果、カルロスはナポリ及びシチリアの王位も獲得した。代償として、パルマを放棄することを余儀なくされたが、そのパルマもオーストリア継承戦争の結果、カルロスの弟フェリペが、公くらいにつくことで回復している。フランシスコデゴやカルロス4世の家族。この絵の画面中央。 国王夫妻の間にいる赤い服を着た子供は、夫妻の抜子のフランシスコ・デ・パウラであるが、実の父親はカルロス4世ではなく、ゴドイだと言われる。1788年に、カルロス3世が死去し、息子カルロス4世が王位を継いだ。カルロス4世は、体格だけが立派な暗君とも言える人物であった。そのカルロス4世が即位早々にして直面したのが、1789年に、 起きたフランス革命である。筋金入りの反革命主義者であったカルロス4世は国内の啓蒙主義者を取り締まるとともに最初にフロリダブランカ伯爵を次にアランダ伯爵を登用したがいずれも期待にそぐわなかったので罷免した。代わって1792年に最初に抜擢されたのが25歳のマヌエル・デ・ゴドイであった。ゴドイは元は 一回のこの衛兵に過ぎなかったが、カルロス四世の日、マリア・ルイサデ・パルマの愛人となり、急速に台頭した。ゴドイが最少となった翌年に、フランス王ルイ十六世が処刑された。この法に奮撃したカルロス四世とゴドイは、イギリスの首相ショー・ピットが提案した第一次、大仏大同盟に、スペインを参加させ、フランスに向けて軍を発した。 反革命戦争は逆にフランスの侵入を招き、加えて国内では身分の上下を問わず革命思想が浸透することになった。結局、スペインの疲弊とフランスでの恩恵派の対頭により、1795年にバーゼル講和条約が締結された。ゴドイはこの功績により平和校の称号を得た。そして1796年にサンイルで奔走。 条約が結ばれて、フランスとスペインの軍事同盟が成立した。だが、これは、スペインの植民地を狙っていたイギリスに、侵入の好機を与え、ジブラルタルとトリニダード島を奪われた。窮地に陥ったゴードイは啓蒙改革派を投用する、ことで打開を図ったが、国内の啓蒙改革派とフランスの圧力によって、失脚させられ、新たに、ホベジャーノスが政権を担うことになった。 その頃、フランスでは1799年にナポレオン・ボナパルトが政権を掌握した。ゴドイはナポレオンに取り入り、1800年に復帰する。権力の座に戻ったゴドイは徹底的に反動政治を行うなど、権威を振るったが、これはナポレオンの区別と化したことを意味していた。それを象徴するのが、ナポレオンが皇帝となった翌1805年に起きた。 トランファルガーの海戦である。この海戦にフランスと共に参加したスペインの主力艦隊は、ホレーショネルソンによって、寒布なきまでに叩きのめされた。ゴドイの戦王に対して、国内の自由主義者たちは苦々しく思い、アストゥリアス皇、フェルナンド王子のもとに集結した。ゴドイをひたすら著愛する父母に幻滅した、フェルナンドもこれに同調し、 両者は1807年にクーデターを企てる。それ自体は失敗に終わったが、人々からの支持は大きかった。そして、フェルナンドと自由主義者に再び後期が訪れた。ナポレオンは大陸風鎖令に違反したポルトガルを撃つために、フランス軍をスペインへ送った。その際、カルロス4世とゴドイはナポレオンと共にポルトガルを分割することを約束したが、 むしろフランスの行為を脅威と思い、密かに脱出しようとした。これを後期とした自由主義者は1808年にクーデターを起こし、ゴドイとカルロス4世を失脚させた。フェルナンドはフェルナンド7世として即位したが、カルロス4世も対位を撤回して両者はナポレオンに祭壇を仰いだ。ナポレオンは両人を捕らえて、自分の兄、ジョゼフをスペイン王につけた。こうして、 ブルボン朝は最初の中断を迎えた。詳細は、スペイン独立戦争を参照小,小屋のマドリード1808年5月3日小屋は、フランス軍による市民の虐殺をこの絵で激しく非難した。新たに、スペインを補正一斉になったジョゼフ・ボナパルトは、異端審問を廃止するなど、進歩的な改革を行い、自由主義者たちの支持を得た。これに対して、聖職者は、 スペイン継承戦争と同じくカトリック信仰を呼びかけることで反旗を促した。この策は成功を収め多くの民衆がボナパルト体制に異議を唱えてゲリラ戦を行った。またイギリス・ポルトガル軍もフランス支配打倒のために軍を派遣した。ナポレオンは大軍を投じたが民衆のゲリラ活動、そしてウェリントン公を率いる連合軍の前に敗北を喫した。 1813年にジョゼフは退位し、同年のバランス性条約でフェルナンド・ナラセイの福井が認められた。スペイン独立戦争は多くの物資をいたずらに消耗し、ナポレオン失脚の永遠となった。ナポレオン自身も後に、スペインの海洋が私を滅ぼしたと語っている。戦場となったスペインはもっと深刻であった。戦争の結果、産業、 農業が完全に破壊されたのである。破壊活動は、フランス軍のみならず、味方であるはずのイギリス軍とポルトガル軍、さらには、ゲリラやスペイン正規軍も行っていた。加えて、敵味方問わず、略奪を頻繁に行ったため、多くの美術品が散逸することになった。絶対主義への回帰と自由主義革命、編集フェルナンド7世は、反動政治を行ったことから暴君と、 強化されている。自由主義者たちから歓喜の声を持って迎えられたフェルナンド7世であったが、その期待は裏切られた。1814年には多数の自由主義者を逮捕するとともに、1812年に制定されたカディス憲法の無効を発表したのである。さらには、ボナパルト朝時代に廃止された領主裁判権や異端審問を復活させ、検閲制度を強化させた。 フェルナンド7世に厳密した自由主義者たちは秘密結社を形成し、1820年にリエゴ将軍の下でスペイン立憲革命が勃発する。フェルナンド7世はカディス憲法への制約を余儀なくされ、自由主義の時代が始まった。この時代には異端新聞書の再廃止や経済の自由化といった革新的な改革が次々と行われたが、 この政策は帰って地方の保守的な農民層の反発を招き、自由主義者たちも分裂して不安定、極まりなかった。これを後期と見たヨーロッパ諸国は、ウィーン体制維持のために復興成果のフランスに、スペインの自由主義を潰すように頼み、ルイ18世もこれに応える形で、聖ルイの10万の息子たちと称したフランス軍を派遣して1823年に自由主義政府を、 滅亡させた。ディエゴは反逆罪で処刑されたが共和主義者の象徴となり、それを称えたディエゴ参加は第二共和政治代のスペインの国家となった。政権に返り咲いたフェルナンド7世は再び反動政治を行うが、駐留したフランス軍から新体制への転換を求められ、次第に自由主義者たちと接近するようになり、進歩的な改革を行うようになった。 ラテンアメリカ諸国の独立。編集詳細は、ラテンアメリカ諸国の独立を参照フランス革命。戦争。ナポレオン戦争はスペインに革命、自由主義思想をもたらしたが、スペイン領であったラテンアメリカ諸国にまで及ぶことになった。新思想に最も染まったのがフリオ領であり、彼らは本国スペインに対して独立戦争を起こした。 プエルトリコとキューバを除く全ラテンアメリカ諸国が独立を達成し、スペインは広大な植民地、そして市場を失うに至った。半島戦争に次ぐ大打撃であった。後継者問題、編集フェルナンド7世は4回結婚したが、女子しか儲けることができなかった。ブルボン朝以前のスペインでは、イサベル1世に代表されるように、女子、 女系の相続は珍しくなかったが、ブルボン朝の成立とともにサリカ法が導入されて、男系による王位継承しか認められなくなっていた。サリカ法に従えば、弟のカルロスが王位を継ぐことになるが、フェルナンド7世はあえてサリカ法を廃止、長女のイサベルを後継者に指名した。イサベルの王位継承を安定化させるため、フェルナンド7世は自由主義者たちとの連携をさらに深め、 彼らの意に沿う改革を次々と言った。逆に王位を狙うカルロスは保守派との連携を深めた。カルリスタ戦争、編集詳細はカルリスタ戦争を参照イサベル2世と王廃、フランシスコ・デアシス1833年にフェルナンド7世が死去すると遺言,言通りにイサベル2世が即位した。これに対してカルロスは自らをカルロス5世と称して、 即位宣言を行った。カルロスを支持する一派をカルリスタと呼ぶ。カルリスタは、ナバラやバスクなどのスペイン北部の保守派、特に聖職者や農民層に支持基盤を置いていた。そしてカルリスタは、一斉放棄を行い、内戦が勃発する。その勢いは凄まじく、1837年のカルロス自らの遠征では、マドリード近郊まで迫ったほどであった。 カルリスタの猛攻に対して、イサベル2世の母で摂政であったマリア・クリスティーナは、自由主義勢力との連携を深めることにし、マルティネス・デラ・ロサに政権を委ねた。マルティネスは、国内の自由主義派やイギリス、フランス、ポルトガルからの支持を取り付けることに成功させ、カルリスタの内部分裂も、相まって、選挙区を有利に展開させた。年にベルガラ協定が結ばれて、 内戦が終結し、カルロスはフランスへ亡命した。イサベル2世は1846年に、父方のいとこである、カディスコを、フランシスコ・デアシスと結婚し、アルフォンソなど12人の子供を設けており、一応は、ブルボン家の団形を保つ形となっている。ただし、フランシスコは、同性愛者もしくは性機能障害という説があり、子供たちの父親は別にいるのではないかとの噂がある。 9月革命、編集1868年9月17日に、進歩派のプリム将軍のもとに集結した進歩派の軍人たちは、クーデター宣言を行い、これに応える形で、セビーリャ、マラガ、アルメリアの守備隊たちが一斉に放棄した。市民の間でも放棄が広まり、革命評議会が結成されていく。そして9月28日に、 セラーの将軍率いる反乱軍の前に政府軍が敗れたのが決定的になり、マドリードでも革命評議会が結成されてブルボンアサの打倒が宣言された。孤立無縁状態になったイサベル2世はフランスに亡命した。時のフランス皇帝ナポレオン3世の皇后ウジェニーがスペイン貴族出身だったからである。この9月革命によってブルボンアサは再び中断する。 フランスに亡命したイサベル2世は1870年に息子のアルフォンソ12世に王位を譲っている。大官式の行われるマドリードへ向かうアマデオ1世。停泊しているのはスペイン海軍の総攻艦ヌマンシア。革命評議会はセラーノを主犯とする内閣を結成し、翌年に1869年憲法が交付された。新政府は立憲君主制を模索し、 外国から君主を迎えようとした。最初は、ホーエンツォレルンジグマリンゲンケの公使レオポルトが選ばれたが、ナポレオン三世の圧力で潰された。結局、サボイア家から統一イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ二世の次男アオスタコアメデイオが選ばれた。アメデーを改め、アマデオ一世は1871年にマドリード入りし、立憲体制の確立に努めたが、外国人であることから、 周囲の反応は冷ややかで、唯一の味方といえるプリムもすでに暗殺されていた。こらえきれなくなった、アマデオ一世は1873年に退位し、フィゲーラスを大統領とする第一共和制が成立するが、翌1874年のカンポス将軍のクーデターにより、アルフォンソ十二世が正式に即位することになった。この間に、第三次パルリスタ戦争が勃発したが、 これが、カルリスタの最後の武装放棄となった。カルリスタは、以後もスペイン王位を要求し続けるが、本家であるフランスブルボン家の血筋が絶えると、レジティミストの要請により、名目上のフランス王位を兼ねることになる。幼少期のアルフォンソ13世と、摂政マリア・クリスティーナ王大号1885年に、アルフォンソ12世が、これらにかかって死亡すると、 翌1886年に生まれたばかりのアルフォンソ13世が、大いにつき、母校マリア・クリスティーナが摂政を務めることになった。スペイン帝国の滅亡、編集詳細は、米西戦争を参照スペインの唯一残された、ラテンアメリカの植民地キューバでは、反乱が勃発し、スペインは、その鎮圧に躍起になったが、国力を都に失うだけであった。アメリカ合衆国は、 キューバの独立派を支持していたが、1898年にメイン号爆発事件が起きると、スペインに戦線布告を行い、米西戦争が勃発する。旧体装備のスペイン軍は、近代装備を有する、合衆国軍の敵ではなく、戦争は半年で終結した。パリ講和条約の結果、スペインは合衆国へのフィリピン、グアム、プエルトリコの譲渡と賠償金2000万ドルの支払い。 キューバの独立承認を余儀なくされた。加えて、翌年には、カロリン諸島をドイツに譲った。スペインはこの時点で未だ、モロッコを有していたが、スペイン帝国は事実上滅亡した。プリモデリベラの独裁体制、編集プリモデリベラ1902年に、アルフォンソ13世は申請を開始するが、国内ではアナキズムが蔓延していた。 それを象徴するのが1906年の結婚式である。アルフォンソ13世は、イギリス女王、ビクトリアの孫娘であるバッテンバーグ家の、ビクトリア・ユージェニーとの結婚式を行ったが、その際にアナキストであるマテオ・モラレスの放った爆弾により、ユージェニーのウェディングドレスは近くにいた、この絵兵の血で染まった。1914年に第一次世界大戦が勃発した際、 アルフォンソ13世は中立を保ち、スペインは戦争の参加を免れた。しかし、終戦直前に起きたスペイン風邪によって15万人以上の命が失われた。大戦中にロシア革命が起こり、スペインにも共産主義が浸透する。また、植民地モロッコでも独立運動が激化し、スペイン国内は非常に不安定になった。 このような危機的状況の中で登場したのが、第二代エステーリ公爵、ミゲル・プリモデ・リベラ将軍である。エステーリ公は1923年に、カタルーニャで、戒厳令を布告し、臨時政府の樹立を宣言した。議会は当然のことながら非難したが、アルフォンソ13世は、むしろこれを支援した。国王の支持を得た、プリモデ・リベラは憲法を停止し、議会を廃止させて、 実権を掌握した。軍事政権の始まりである。その基盤として結成されたのが、プリモデ・リベラを主犯とする愛国同盟である。そして1925年にプリモデ・リベラを首相とする内閣が発足した。プリモデ・リベラは、共産党を徹底的に弾圧する一方で、社会労働党からの支持を得ることに成功し、彼らの主張にも沿った政策を行っている。 県安のモロッコ問題も1926年に解決している。また、国内産業の保護育成、積極的な公共投資によって経済を発達させた。1929年のバルセロナ万国博覧会は、その象徴とも言える。アルフォンソ13世は、プリモデリベラを我がムッソリーニと呼んで信頼した。しかし、世界恐慌の影響がスペインにも及ぶと、地主や、 資本家、また、軍内部からも反発が出て、プリモデリベラは1930年に辞任した。第二共和制から、スペイン内戦へ、編集空襲を受けた後のゲルニカ1929年の、世界恐慌の結果スペインでは共和制を望む声が多くなった。そして1931年の総選挙の結果、左派共和制勢力が勝利を収め、 アルフォンソ13世は退位して、第二共和制が樹立された。左派政権樹立に対し、フランシスコ・フランコはモロッコで反乱を起こして内戦が勃発する。内戦は1939年に反乱軍の勝利で終わり、フランコの独裁体制が確立された。1971年、アメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領夫妻とファンカルロス王子夫妻。 第二共和制樹立と共に王位を追われた、アルフォンソ13世はフランスへ亡命し、その地で、カルリスタの王位請求者マドリード皇杯目と、会談して、カルリスタと事実上、和解した。1936年に、マドリード公のおじで、カルリスタ系最後の男系男子である三杯目皇、アルフォン、アルフォンソ13世には三人の男子が生き残って、いたが、 長男のアストリアス公アルフォンソは、既戦結婚により多い継承権を放棄した。次男のセゴビア公ハイメも、障害のため放棄したが、後に、フランス多い請求権の継承を主張して、アンリ6世と称した。結局、4男のバルセロナ白フアンが、多い継承者となった。1941年に、アルフォンソ13世が死去し、名目上の多いを継承したファンは、 フランコと大井奪還に向けて交渉を行った。フランコはフアンがリベラルであることから嫌っていたが、その長男フアンカルロスを後継者とすることで合意する。フランコの下で教育を受けたフアンカルロス王子は、1975年のフランコの死去とともにファ、フアンカルロス一世として即位したが、フランコの独裁体制を継承はせず、立憲君主制への移行を進めた。 父フアンは1977年に自身の多い請求権を放棄したが、1993年に死去した後、エルエスコリアルの修道院にスペイン王フアン三世として葬られた。フアンカルロス一世は2014年、長男のフェリペ六世に上位した。首相官邸、海外の主な制度及び事例の概要について、 https://www.kantei.go.jp/.jp/.asinji/.koumuk a g n 第7、資料1、pdf2020 年3月12日閲覧。第1部現代スペインの形成と、危機、1875から1939年。 スペイン現代下作と朝鮮の120年、楠木貞義さだほか大衆館、書店1996年6月。ありがとうございます。